者選挙の皆様、私は参院選に東京選挙区で立候補しております元豊島区議会議員津沢良二と申します。お隣の荒川区の福祉状況ですが、出産一時金というものをご存知でしょうか。皆様、一人子供を産むと約40万円が支給され、それでだいたい病院代を賄えるという便利なものなんですけれども、国民健康保険に加入している外国人にもこれは支払われます。お隣の荒川区で外国人がどのぐらいの出産一時金を受給しているか調べたところ、荒川区人口のたった 3% の中国人が出産一時金の4分の1を受給していたということが判明いたしました。約 26% ですから4分の1以上であります。これは単純に考えて、荒川区の中国人は日本人の9倍子供を産むということになりまして、明らかに異常な数字であります。そこで荒川区がですね、ちゃんと出産したかどうか病院その他に問い合わせるぞ、こういうふうに告知するようになったところ、なんと中国人による出産一時金申請が半減したそうであります。つまり今まで荒川区は告知するまで半分近く不正に出産一時金を詐欺られていたのではないかという疑いが持たれます。中国ではお金を出せばパスポート、銀行の預金帳、通帳ですね、なども本物を作ってもらえるそうであります。ですので中国の病院で出産した親は日本にいる、こういう申請にも40万円支払っていたわけですが、お金さえ出せば中国の病院は出生証明などたやすく作ります。なんせパスポートも金さえ出せば本物が手に入る国であります。他の外国人の状況はどうかと言いますと、荒川区においては外国人の比率が約 8%、 この 8% の外国人が出産一時金総額の 40% 弱を受給していたということで、他の外国人合わせましても日本人の約 4,5 倍の率で子供を産んでいる、出産一時金を得ている、こういうことになってしまいます。荒川区においては 4,5 倍の率で、日本人の 4,5 倍の速さで外国人が繁殖によって増えていると、こういうことになっております。日本人の税金で、国民健康保険税でどうして
外国人の繁殖を手助けしなければいけないんでしょうか。外国人労働者が多いドバイやシンガポールでは外国人女性の妊娠が分かった途端国外退去されるそうであります。日本は外国人の出産を手助けしている結果日本人の 4,5 倍の速さで外国人が増え続けているという現状があります。出産一時金40万円を外国人にも分け与える必要があるのでしょうか。外国人の皆さんが産婦人科で子供を産んで料金を踏み倒されると病院が困ってしまう、こういうことの救済措置なのかもしれませんけれども、そんなのはですね、出産にかかる費用を先払いさせればいいのであります。出産一時金を外国人がもらえなくして踏み倒しによって病院が困るというんであれば外国人は先払いさせればいいのであります。先払いできない外国人はどっかから借りてくればいいではありませんか。その人の責任によって生活基盤のない外国人は入管法で日本にいてはいけない、こういうことになっております。出産も生活基盤の一部だと思いますけれどもいかがでしょうか。外国人に出産一時金約40万円を支払って日本国内で外国人の繁殖をどうして日本人が手助けしなければいけないんでしょうか。お金も借りれない先払いできないそういう外国人の方は妊娠するようなことしなければいいんですよね。どうして妊娠するようなことを好き好んでやって妊娠しちゃったらお金がない病院に行って産むは産むけど踏み倒そう、こういうような考えになるんでしょうか。参院選東京選挙区に立候補しております福沢亮次は外国人の出産に日本人が一時金40万円を出すべきではないと考えます。生活基盤の一部として外国人の方々は自己責任で出産費用を支払うべきであります。とてもそれは払えないというんであれば妊娠するようなことをしなければいいんですよ。簡単なことであります。大きな声でお騒がせいたしました。私の考えに賛同してくれた方はご投票をよろしくお願いいたします。